5月21日セリーグ順位まとめ。よっしゃー。はい、一丁上がり。とにかく4やっとる。今日はもう末金に尽きるわ。村上から勝てたのは大きい。明日首位まで突っ走ろうではないか。黒原ナイスピッチング。首位まで 0.5。 阪神戦5勝2敗1分け。負けたで。乾杯やったな。4、5番が話にならんわな。もう村上 VS 徳川お腹いっぱい。まあたこ焼き阻止したし、吉田翔也お疲れ。村上は立ち上がり悪くなったな。リリーフ使わせただけマシ。あとリリーフも1失点はギリギリ合格。3回のスリーランが全てや。中日から巻き上げた貯金を広島に献上してもうとる。広島の方が首位の戦いだったな。1番2番3番頼みだ。戦じゃ勝てん。ドローか。お疲れした。明日から4番岸田でいいわ。今日のライデルならチャンスあったのにな。何もなかった。連敗は継続する。やはり引き分けか。岡本調子悪すぎる。俺たちの4時間半を返して。まあ負けなくて済んだか。こら明日負けると10連敗やるで。本当に投手がかわいそうだわ。ほんと4番がもたこてアホか。負けたがね。岡林はいつなったら打撃復調するの。誰使っても打てないかね。うちの打線お互い決め手にかけたな。ミッキーのヒロイン聞きたかった。ビシエドはやっぱいらねっての今日の感想。細川の後ろがビシエド。岡林はきつすぎる。村松福永細川カリステが理想。やっぱ大島の初球レフト飛球だな。あそこは安田。ビシエドは中田復帰ならまた2軍だろ。ヤクルトが負けてるから再開脱出したんだぞ。サンタナ明らかにやる気なし。実はノーヒットが続いているサンタナ。完封負けつまらん。増田にバースデーアンダも出なかったし、とことんいいとこなし試合だったな。3発4安打完封リレーされました。無抵抗。打つ方も投げる方も見どころなしのひどい試合だった。1番浜田先頭打者。初球考えずポップ。この時点で負けたと思った。竹岡調子良いのにスタメンで使わないのもったいない。今はどん底だ。さすがにこのままではないと思いたい。完勝ナイスゲーム。K 最高。横浜優勝。また優勝してしまった。今日はもう K ちゃんに尽きるな。あっさり勝ったな。楽勝って素敵。内野の守備が固いって素晴らしい。マスケ欠場の穴感じないね。坂本ずっといいな。神茶の代わりやってくれてる。なんかしれっと役のクリーンナップ抑える坂本おもろいな。昨日ファーストいけるやん。広島カープ5月は得点を入れれば9勝1分け。打線としては野間が明確に復調してきたのが大きすぎるな。秋山含めてどっちか出れば得点圏ってことの。逃げても末金と復調気味の坂倉。末金と林が一番の補強だったとは。今年の広島カープ1得点以上矢印19勝7敗1分け。0得点矢印3分け8敗。対抗馬の村上の防御率ぶっ壊せたのも大きい。末金は恋の希望やな。4番候補出てきてくれてほんま嬉しい。終わってみればほぼ安心して見られる試合だった。野間が復調したなら3番に戻したいな。はぁ、また徳田で負けたわ。村上もう4敗してんのか。明日は大山は外してくれ。原口でいいやろ。マジで秋山への入り方学習してないの論外やわ。簡単にストレートで入って打たれてばっかり。去年どうやって広島に勝ってたんや。もう勝てる気しないわ。まあでも今日は村上やな。序盤からボコボコやった。明日は前川スタメンで使ってくれよな。ボコボコにされたと思ったら楽天が異次元の負け方しててなんか気持ち楽になったよ。大山のイジー外してた試合は9点も取ったのに。誰か浜田が1番の理由教えて。丸山出られないなら長岡でしょっつ。今年これからこういう試合が何度もあると思うと試合見る気なくすね。丸山が故障してサンタナ不調な時点でどうにもならんでしょ。弱いの慣れたな。負けてもなんとも思わない。いつもの1点差負けじゃないからな。乾杯でイライラもない。 D 宮崎とかあの年で元気に活躍してんの見るとうちの山田はなんでこんなになっちゃったのかと本当に悲しくなる。塩見、内山、丸山って3人も外野抜けたら戦えるわけないわな。選手層とかいう問題じゃない。楽天ファンと絆に合うか。しばらくは森林で内野守備固めで行ってくれ。結果でなかったら牧を戻せばよい。牧をセカンドに置くのは良くないんじゃないか。 K は学習能力が高い投手だわ。 K って四球出しそうで意外と出さないな。林が福地とか吉川みたいな位置で守っててしっかりさばいてたのにて感動した。守備カチカチなら神宮でも貫通できるんだ。K も素晴らしかった。内野守備固くした途端で風はロタ。しかし徳さんとか坂本とか今までポンコツ扱いだったのが使えるレベルになってきたのはいいね。今日山後はあんたやで。岡本はさすがに明日から打順考えた方がいいぞ。さすがに立岡フル出場はくさ。阿部の言葉を借りればホームの引き分けは負け。エースよりで勝てないんだから負けと一緒だな。もはや本気で投げてなさそうだったなライマル。延長に入って立岡が先頭バッターが2度両方とも3ボール1ストライクからのボール球を無理に打って凡退。これは偉いことだと思うよ。橋本もライマルも荒れてたのにどいつもこいつもボール球にて出して終わってるわ。飲む剣長かった。よりで連敗止められなかったの地味にやばいな。ヒロと先発で引き分けは実質負けだけど山崎相手だから事実引き分け。石川高谷はどこで何してんねん。田中のホームランとかいうレアイベント出たからギリギリ引き分けたな。なんで12回の裏レフト細川が守ってたんだ。おかしいでしょ。加藤のバスターエンドランって器用でそれなりにパワーも必要だろ。なんで非力で小技もできないやつにやらせたの。盗塁フリーパスが敗因でした。岡林以外でセンターできるのおらんよな。ブライトは無理だよね。上林がいる。三塁打2本とも点に繋がってないのさ。村上の防御率破壊して徳田防御率1。徳田 FA の時触手伸ばすとこくそうそう。徳ちゃんは大瀬良たちを引き止めたんやから出るわけないわ。福地今日も良い当たりで出たし状態悪いわけじゃないから3番でも良さそうなもんだけどな。先週絶好調やったし島内シーズン82登板ペースらしいからどこかでお休み欲しいわね。交流戦で3日間休める日があるから。ペイペイドームのことですか。知ってる人は知ってそうやけどちなみに徳田の兄貴は YouTube のアメプラチャンネルに出てるメンバー。勝ててるのは嬉しいけど外国人使うとマジでふざけんなよ。ここ数年球大点レベルすら取ってこにゃん。まあ末金がスケットみたいなものやろ。村上は1回飛ばした方がいいわ。疲れたまっとる。いつまで4番大山っていう足かせつけとくんだろ。そんでんは大山をどこまで我慢するんや。まあどう見ても今はチーム状態悪いわ。いくらなんでも多少は上がるよ。ノイジーのゲッツーってほとんど広島戦やしかもられてるな。でかい井上長打なさすぎて右京よりきついやろ。俺らの思い描いてた井上と違いすぎるんやが。カープのリリーフピッチャーは球が強いのだな。接戦になったらまず勝てない感じするわ。岡田が投げると大体痛い目見るよね。試合前に末金はそんな警戒しなくていいとか言ってたな。三重ちゃんのタッチアップ入れたからええわ。
ヘルナンデス上げようまともな外野がいない。タイブレイク導入しろや。岡本は全く成長していない。スランプになるとアホみたいに長引く。打てないならせめてマン振りしろよ。それでも4番か。日付が変わるまでバッティング練習して、打撃投手は150キロ以上投げられる人限定で、残塁順にどんだけ残塁が好きなんだよ。クリーンナップで一番働いてるの今のところ吉川なんだが、何がどうなったらそうなるんだよ。もうヘルナンデスが救世主になれるかの神頼みだね。福永は守備が上手くなったわ。引き分け多いのはシーズントータルで有利になるってどっかで見た。それは勝ち越している場合だろう。これから勝ち越せばいいんだ。もしかして石川スペッタ？やっぱり木下が出塁した時に外走出して、早く加藤出しておくべきだったのでは。ビシエドは相変わらずだわ。カリステもここぞで頼りにならんわで。もうジカーソンに期待するしかない。やっぱり細川3番にすべき。木下はさすなと指示されてるのか。こんなんだと日本シリーズで周到に走られまくるぞ。小川もひどかったけどサム抵抗の打線としっかり追加点取られる。リリースもやばすぎ。長谷川の失点で完全に勝負ありだったし、小川は調整できてないなら2軍で再開だけど、中日とは見たり寄ったりだ。宮本と山崎上げろよ。赤羽増田はどっちか一人で良いんだわ。4月末の絶望的な状況から多少好転したもののまた再開になってしまったな。早プロスピ2024発売しないかな。ペナントで現実逃避したい。塩見の穴はどうしようもないとしても主力として計算されてたオスナ村上山だがな。まあまだ首位とゲーム差だし、林のヒットはまぐれっぽいがあんな当たりでスリーベースにするのはすごい。神宮だからホームラン2本だと言われるだろうけど、相手はホームランならなかったから欲しい。左ピーが来た時に三浦は森林をどうするのか興味あるわ。最終回の三振を見る限り2人とも相当脆い。だが守備は安定する。どうする番長。どうせ打てないなら守備重視した方が勝てる。守備重視で打線組んだら打線爆発しててくさ。2割5分で守備足引っ張られるなら2割で守備走塁重視した方がいいんだろうな。しばらくこのセンターラインで固めてほしいが、明日伊藤っぽいのがな。森もよくわからない盗塁失敗が忘れられてるけん、通貨山本以外の捕手じゃ勝てる気がしない。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。